はい、こんにちはです。はい。ね。あれですね。うん。今日ね、そうですね。話す内容はなんか、セキュリティみたいな話なんですけど、うん。今日ね、電気屋に行ったんですよ。うん。でね、ちょっとね、パソコンコーナーをうろついてたんですよね。うん。んでね、そのまさにそれを、の瞬間をね、ちょっとまあ見たというかですね。別に普通のことなんですけど、サーフェイス新しいの出るなみたいなね、そのサーフェイスコーナーをちょっと見てたりして、ね、うん、そうするとですね、すでになんかやり取りしてたと思うんだけれど、お姉さんがいたね、お姉さん、お客さんがいて、で店員さんが、ね、いるという構図ですね。でそのお姉さんは多分あんまパソコン詳しくないのかな、だから店員さんにねあれこれ、聞いてるというか、そういう状況ですよ。で、じゃあこれ買いますよみたいな話をね多分してて、そうするとお客様このウイルス製品を入れないとやっぱまずいですよみたいなことをね、店員さんはね説明しているわけですね。ウイルスバスターとノートンっていうのがあるんですけど、どっちがいいですかみたいな。どっちでもあんま変わらないんで、ウイルスバスターにしときますかねみたいな感じのこと。を話して。お姉さんはね、あ、そうなんですね、みたいな。わかりました。そうするとね、次第2波が来てですね。そうするとこのサーフェイスだとこのタッチでやるんですよね。そうすると画面に傷ついちゃうと困りますよね。だからこの何ていうのラミネートの透明のカバー、これを買った方がいいですよ。やっぱ傷ついちゃった時に剥がせば、元通りですよみたいな感じのことを言ってたんですね。したお姉さんはね、ああそうなんですねみたいな感じで、じゃあ買いますみたいな感じで、買いますって言ってたか分かんないけど、ちょっとねうろついてたらなんかちょうどお会計されてたんで、買ったんだろうなとか思うんですね。っていうシーンをね、見たわけですね。たまれない気持ち。だってさ、それいらないんだよね。ウイルスソフトなんてね、ウイルス対策ソフトなんて全くいらなくて、Windows はそのマイクロソフト様が作ってる Windows Defender っていうのがもうね入ってるんだよね。だからその多分それをね隠して言ってるわけですよね。ウイルスバスターとノートン、ウイルスにまみれちゃいますよみたいなこと言うんだけど、表面そうなんだよね、入ってるんだよなとか。結局それって何でしょうね、0を1にしてるウイルスのその機能を0を1にしてるわけじゃなくて、1をなんか 1.1 にしたりみたいな話なんですよね。だからなんか着せ替えみたいなね、着せ替えしないといけないですよみたいな、そういうことを言ってるような話、で、これはなんかサーフェイスのあれですけども、この僕サーフェイス5をね1と2両方持ってて、なんだかんだで2年3年ぐらいそのサブ機として使ってるんですけれども、画面にね傷ついたこと一切ないんですよ。
まあ、そういう使い方によるかもしれないですけど、まあ、お姉さんならもっとね、あの傷なんてつかないと思います。僕の荒っぽい感じでつかないんで、つかないんだよね。そんぐらい結構頑丈。うん。っていうね。まあまあ、あのそこら辺はまあ、まあ、結局ね、あの買う人が決めるわけなんで、まあ、別にいいんですけども、あの、なんかね、そういうシーンを見るとね、ちょっとなんか、うん、なんかね、まあ別に騙してはないんだけど、ね、なんかね、ちょっとね、そういう気持ちになっちゃいますよね。うん、で、まあ似たような話でね、僕の友達が、まあ、携帯のショップ店員さんをやってるんですよ。でもまあ本人そこそこね、なんかお店でナンバーワンとかツーとかスリーぐらいなのかな、常にね売り上げいいみたいで、でまあそれはね、まあやっぱ結局そのインセンティブなんですよね。そういうその多分ウイルスバスターとか売るのも多分インセンティブ入るんでしょうね。だから携帯ショップ店員的にはなんかそのなんでしょうね、まあよくわかんないその保証サービスとか、なんかアニメ見放題のサービスとか、なんかメモリーカードとかをね売るんですって。うん、それが結局ねインセンティブにつながってみたいな話をしてて言っててね、だからその友達も曰くね、なんかもう俺は詐欺師だみたいなことをね、まあ、言ってるんですよ。だからなんかおばあちゃんとかにメモリーカード売るんだって、その 何ギガのとかね絶対いらないのにね、でいろんなサービス入れるんだってね、うん、っていうね、まあね、うん、そこら辺ってどうなんですかね、わかんないけれど、まあでもね結局そういう仕組みだからね、うん、まあ自分もそういう立場になったらそういう行動を取らざるを得ないと思うんですね。結局自分の売り上げがうんぬんかんぬんってなると、まあ、背に腹は変えられないっていうかね、うん、買ってくれる人にはもういっぱい金積んでもらおうみたいになるのかもね、しれないですよね。うん、まあね、うん、ねっていうのをねちょっと思った次第なんですね。うん、っていうことなんですけど。でね、でね、でね、まああれですよ、まあセキュリティつながりなんですけども、うん、結構ね、まあそういうなんだろうな、うん、まあいらないものを売る、うん、みたいなね、そこら辺の側面ってやっぱあるんですよね。セキュリティ製品ってやっぱあると思ってて、まあなんだろうな、なかなかねこう難しいというか、結構いろんなことが紙一重な気がしてるんですよね。なんだろうな、結構そのまあ提案をしたりするときとかに、なんだろうな、多分あっちのあんまり IT 詳しくない方になんかプレゼンとかをするときに、これはセキュリティでやらなきゃいけないから、これをこのお金確保絶対確保してくださいみたいなのって、多分なんかね、言えば結構な確率で通るようなその殺し文句的な感じするんですよね。セキュリティ的に危ないとか、
その個人情報抜かれたらまずいですよねみたいな、うん、それって結構なんかキラーワード的な感じがしているんですけど、でもなんかちょっと諸刃の剣というか、あんまりね、なんか結構ずるい言葉なのかなみたいなのもちょっと思ってたりするんですよね、うん、だからまああっち側からなんかそこら辺はこっちがちょっとある程度っていうか、やっぱ良心がないとなんかね、むちゃくちゃなものを売って、作らなくてもいいものを作ってね、お金をいただくみたいな構図になっちゃうわけですよね、うん、うん、だからそうなんですよ。だからまああっちの担当者の人とかも多分、だからこのエンジニアの人がセキュリティが云々でこれ絶対入れなきゃいけないって言うんなら、じゃあそれ高いけど分かりましたみたいに、なんかそういうその個人情報とかそういうものをなんか盾にされたら、もうそれ飲まざるを得ないといけないというか、なんかもちろん交渉の余地っていうのはもちろんあるんですけど、なんか結構ね、そういうそのもう分かりましたって言わざるを得ないような感じな気がするんですよね。うん、だから結構そうなんですよ。なんか結構ね、僕としてはなんかあんまり、あんまね、なんかちょっとね、使わないようにしているのかな、ちょっとあれだけれど、まあ、そういうような言い方っていうのはちょっとしないようにしてるんですよね。うん、だし、そこで多分なんかね、まあ多分言えばいくらでも、言えばっていうか、うん、セキュリティがうんぬんかんぬんとか言っていっぱいその何請求というか、その何見積もりをかさ増しするっていうことは多分ね結構いけると思うんですけども、それ結構ね自分的にもなんかすごい邪道だなみたいなのもなんかね、あるし、なんかやっぱそういうのってごめんなさい、話がね脱線しまくってるんだけど、なんかねセキュリティとかもなんかやっぱな難しいですよね。そのなんかもう及第点取っとけばいい気がするんですよね、僕も、うん、そっからはなんか結構この何なんていうの、このこういう感じ、こう何曲線っていうんでしたっけ、この湾曲、ある一定の70点、60点70点以上から上って、どんどんその60点から70点に上がるのに、その0点から60点に上がる分の お金を使っちゃうみたいな、ね、そういう感じになってくるんで、うん、まあだからね、まああんまりね、うん、ちょっとまあね、うん、っていうね感じのをまあ思ってますね。うん、なんか、うん、あんまね、うん、はい、っていう感じ。はい。まあもちろんね必要なことはするわけで、はい、っていう感じですね。ごめんなさい、もう何言ってるのか分かんねえな。ちょっと寒いんだよね。はい。いってらっしゃい。長かったーたーん。